ご飯となんか白菜と豚バラのやつめっちゃ大量にと親子丼残り食べた。野菜を食べるのにさ、そういうのは食べそう。めっちゃ太ってんだから顔が丸い。え、めっちゃ顔丸い、やば。お寿司食べる。こんばんは。めっちゃなんか、え、可愛いの食べます。ちょっとこんばんは。え、めっちゃ怖くないこれ、うん、持って帰った出口。可愛い肉球。いいな肉球。ちぎる。いいな来たよ、ありがとう。今日はなんかヘトヘト、一気にちょっと困る。じゃあさ、顔さ、体重さ、うん、で髪の毛下ろした方が細く見えへんってやったらさ、ちょっとさ、落ちないの、なんかあれにしたら、あさって太ってなかったら顔は髪の毛上げる。髪の人の投票で決めたら、自分のやっぱさ、痛い自分やかっけーすごいな。何それ、すごいな。自分がどうしたらいいね、自分の意思持って。今日会社の先輩が7本見に行ったり遅いで泣いちゃったって報告来た。ありがとうございます、嬉しい。母ちゃん今日も可愛い、ありがとう。嘘だよ。さっきさ、メイクさんがさ、写真撮ってくれてんやんか、そしたらさ、ゆいなって可愛いな。え、キャラどんだけ洗脳されてんの。ほんまに、いただきますって言ってもらえて嬉しかった。前髪も取れました。ね、昼夜の間で顔丸くなったんです、うん、しかも今下からアングル。最悪。おいしい。今日初めてご飯、あ、食べたわ、カリフォルニアロール食べたわ朝。何、うん、うん、うん、喉乾いたの。やっぱお寿司いいな。うん、喉乾くかこれ、うん、してんの、あるむ、ご飯食べてる、あるむ、おでしてんの、うん、だってあっちみんないるんだもん、うん、かわいいね。ご飯食べた？申し訳なかった。ん？コール&レスポンスが違うぞ。ちゃんとお水取ってきます。自由すぎるやろ。いや、うちの肉球もある。あ、アイス食べた。何してんの？今日も。聞きたいのがいっぱいある。待ってね、15分くらいで終わる。十分中。美味しそう。うちのお弁当余ってんで。昼食べてないね。このまま飲む。後で聞きに来るから、うん、帰ったらダメ、うん、分かった、いっぱいあるからな。何、お寿司のネタはハーモンとハマチが好きです。ふんふん、一気飲みしました。全部飲んでもた、飲んでもた。めっちゃおもろかった今。おもろないな。めっちゃ水飲んだ。あ、やばいやばい、大丈夫。大丈夫、いいよいいよ、落としていいよいいよ。みっちゃん落ちりたい。落ちたい。ドラさんとロッキーしかいません。見て、見るの反省会の音が来たの。きったねお前。は？取れるの？今日初めて言ったよ、ほんま？見えたわ。なくなった。捨ててきて。今無理。やんなやんなやんな、びっくりしたけど、アイスあるって噂に。あるあるある。え、え、あるあるよ。食べたい。何がある？いっぱいあったね。このアイスのために頑張った。見てこれ。可愛いって何事？愛おしい。はい。誰も。アイスタン。アイスタン。アイス。アイスタンよ。ガチで疲れた。
さのんちゃんが公園で猫耳が取れたんですけど、うん、ちょうどその場面が映ってたっていう、うん、やった嬉しい。ちょっと加工で遊んでみるな。ありがとう峠さん。峠さん元気です。するときって。すごい。おお、時空が歪んでいる。ロコモフとか見てない。時空が歪んでいる。やばい、すごい。ビフォーアフターすぎる。今日はミックスジュースラストでした。イエーイ。あと1回やな。うん、あとウィンクの卒業公演だけなんですけど、ちょっとね見てほしいよな。何か見てほしいよな、ウィンクの。あ、見てほしい、見てほしい。この、母校へ帰るで泣いてた。いや泣いてないです。でもあの曲はもう自分のセンター曲って感じ。でも泣いてたやろ。全く今日見ないと全然目合わせてない。何も合ってない。嘘、ごめん。でも近くの子なかったやん。みんなのコメントが楽しい見てて。今日はちょっとバタバタしてたから、ちょっともう頭が動かない。ガチでバタバタしてたな。見ないと横並びはあったんですけど、あのんちゃんの横並びは全然なかった。あのんちゃん映って、はい、あのこの子最後まで目合わせませんでした私は。うん、そう、めっちゃ言われて、最後やで、ね、最後やろ。圧が。で、あのワロタの「そこにいるのか」の時にな、あの左向くねんけど、未来が「七穂って言ってた。そう、ちょっとやねん。あれさ、あのさ、ちゃんとさ、あのさ、あんまりさ口を動かしたらなんか得意味でさ、めっちゃうまいし、卒業生七本しでいていい。もう全然私、あの、なんて言うのな、アイドルではなくなるけど私は存在してるんで。あ、そういうことね。全然押してください。ありがとうございます。こんなやつを今日実は誕生日。 おめでとうございます。あのんちゃん結構七本見てた。マジ嘘でしょ。美味しい。言ってたの気づいた。あのちゃん、あ、でもおっとさん、食べながらの配信さすがです。ありがとうございます。お寿司食べてます。どうぞ。出口も次はチョコレート行きたいです。僕は紳士に積んでるされる。あれはうちがあの紳士の肩をめっちゃ掴んでました。サンスターのことも言っていいんですかね。言ってるね、え、嬉しかった。と、私は昨日あのんちゃんに手紙を書いたんです。そう、書いてくれた。書いたんです。嬉しかった。そう、便箋さ、大丈夫？便箋出したままやったからさ、うん、便箋持ってきてほしかった、あの、そのものを。なんでこんなとこでやってんの。うん、滑ったよ。あ、そうそうそう。ごめんなさい、本当にごめんなさい。大丈夫、健常やから。大丈夫。ここにね、なんかね、壁にあのいじりさんとかのあのすっぴんの写真とかがあるんです。そこにマイの足の写真追加されたんですけど。やばい、発動心やで、これ。え、 1,2,3,4,5,6 のキモい。足長増えました。大丈夫か。ですね、では皆さん、ご報告があります。えぇ、ー、何の写真ですか。何ですか。エモストさんから曲が出たので、12月からツイッターの方でサンスターさんの告知 PR みたいな CM が流れるので、皆さん、広告かな、あれは広告の CM が流れるので、皆さんシオンと見てください。若菜が永遠にツイッターを見てください。若菜がやったんや。あ、ドラマ、串カツは11月30日までで、サンスターさんの方の CM はシオンにもらったイヤリン、じゃあピアスとリングがめっちゃ可愛くて、自分ずっと小さいピアスが欲しくて、なんていうの、ほんまに小さいピアス、でもなかなかなくて、なんか大きいのと小さいのとかよくあったんですけど、小さいのだけは。お疲れ様です。お疲れ様でした。なので私もその機会いっぱいツイートするので、皆さんいっぱいツイッター開けてください。いろんなパターンとっていろんな商品紹介してるので、たくさんの CM があると思います。
ウインクできてないよ最近、え、今日ハートねだってきたよな。2パターンあるのか。え、ハート、うん、そう、あのつむ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 のハートをねだってきたかな。今やれば減って、やってんの。そう、最近やんでんのピアスは2個ですね、1個ずつ嬉しいです。だからティンダーでも見てください。今 1,2,3,4,5 人います。先生やばい。そこっちユイナも配信してるけど、ユイナの方にほんま全然映ってないよみんな。チンシの方にツン、あ、チンシちゃう、ユイナの方にツンツンおる。ツンツンで山崎アミルもいる。山崎アミル大集合、夢逃げや、うん、夢逃げの楽屋みたい。ちゃんと髪や、うん、はいはい。今日こう電波悪いんかもしれんな。じゃあこの、でも私も配信するの1回ですね。あと今日と次の公演前ですかね。え、どうしたらいい。え、なんかさ、公演みんな映ってるから見て、ちょっと半分映って。え、なんか卒業公演の時ってこう、でもやっぱ公演前にやるしか時間ないんかな。公演前にやるか公演後にやるか。公演後やろ。後かな。公演後やろ。何が？ショールーム。ショールーム。アホちゃう。後か。後か。そっか。声聞こえたぞ。あ？アホちゃう。ごめん。ほんまに未来と一緒やな。発言したらしいみたいな。でも今日初めて滑ったくない？確かに。最近。確かに。え、今日存在感が。存在感が。でいつもはなんかうるさい人なんていうの。お前出口いいなって感じ。あれやろ、アイドルらしいことミックスジュースでしかできひんからやろ。そう、フィル公演は公演後にじゃあしますね。公演がミックスジュースと鉄砲隊しかないから、今日はフィル公演はアイドルらしく行こうと思ったら、めっちゃみんなにうるさくなかったなって言われて。で夜公演はめちゃめちゃいつも通りやったら、吐けた瞬間にあの舞台パッドスタッフさんが、おう、やっとユイナが出てきたなみんな思ってた。めっちゃおもろい。そう、髪の毛結んだじゃないですか。です、私今黒髪じゃないですか。黒髪飽きました。茶髪。そう。茶髪。茶髪。茶髪。明るくしたい。茶髪賛成派みんな。はい。茶髪がいい、茶髪。そう、みんな茶髪がいいっていうね。茶髪がいい。いや、ナフは茶髪が似合う。マジ？なんで黒にしたの？最後はな、黒にしようって決めてたんずっと。アイドルやから。そう、でも染めようとは思うんで。終わった瞬間。明るくしようと思う。似合いは絶対黒髪が。うん。前が頭皮めっちゃ動いてる。噛んだら。そう、髪の毛明るいようにしたいです。卒業公演行きますね、待ってます。こっちにも作るよ。そう、髪の毛死ぬんですよね。でも私4回染めてるんですけどね、全然痛まないんですよ。そんな染めてんの。うん、え、なんか今日昼の MC でなんか髪の毛のツヤの引き、なんかツヤツヤにしてる秘訣みたいな、あ、そう、なんかみんななんかさ、あのトリートメントするとか乾燥し、何か、自然乾燥か、自然乾燥しないとか書いたんですけど、私だけ髪の元の髪質がいいって書いてて、なんか嫌味すぎてなんかごめんの。元の髪質がいい。うち今枝毛ばっかやねんから。でもほんまなんです。だからでも髪の毛長い時はそんなことなかったけど、髪の毛切ってからあんまり痛まなくなりました。この2人の髪欲しいです。そう、その時はめっちゃ痛んどってんやんか、あのこうやってやるのが癖で、イヤリングとブチブチするのが、そうやで、気が遅くなるからな。ここめっちゃ絡むね、イヤリングとネックレス。卒業公演行くよ。お、待ってます。全然バフって書いてない。呼んじゃった、あれ。イエイエイ、やばい、にぎやか、嬉しい、遊びに来たよ、ありがとうみんな。今日はハーフチューインダールね、すごい、こうやって最後の最後の最後にちょっと予定が詰め込まれてて嬉しいですね。伸ばしてる、わちゃわちゃしてます。でも一回ここまで、もう一回切ってみたい。今日は師匠の二人は JC ですか。ヘアオイル、でも JC 若く見えるのめっちゃいいと思う。めっちゃいいよ。セットした後のオイルでいいの。 N なんか加入当初より若くなっていってる。え、やんな、うん、めっちゃ昔の写真大人っぽい。ちょっと打ちかけたから。お、そうなん。ほんまやな、ありがとうね。ちょっと廊下映ってる。ちょっと映ってんねん。誰か撮ったら見えるやん。
だからこうしては戦うの落ちるから。めっちゃ夢逃げやったもんな、今日夢逃げやったな。夢逃げやった、うん、陽光行きます、待ってます。いつやるの、いつやる、いつやるの、プライベートでやる体育館借りて、おまたそれはあれですね、最終公演の時にぜひぜひ。これ15分ぐらい経ったら分からんけど、今何時かも全く分からないし、何時から始めたかも分かんないです。何時から始めたかも分かんない。結構早くなかったね。確かに早く始めて、うん、そう、アイスこの後食べたいから。お腹すきました。7時前にこうダルモのアプリ皆さんダウンロードしてくださったんですか。あれめっちゃいいですよ。あのね、エビって1本ね180円ぐらいするんですよ、エビの串カツ。でもアプリでゲームやったらエビ1本が無料でついてくるクーポン出てくるんですよ、最初多分。めちゃめちゃいい、エビめっちゃ美味しいから嬉しかった。ありがとうございます。プルプリプリプリ、今日入れてよかった、嬉しい、ありがとうございます。聞いてるけど2人ほんまに串カツダルマの、そうやってな、最後の最後まで自分がなんやろな、やるべきことというか公演とかね出させていただいてありがとうございます。ないよな。無料です、1本無料です。伸びてる、これが好きやね。なんでちょっと伸びてる、後ろ長いね。あ、後ろが長い、そう、前からこうなゲームいっぱいやったら無料、レシートやってもなんか無料になる。あの部活みたい。でもうちなずっと言ってんねんけど、なんか長い人がポニーテールするんじゃなくて、短い女が、うん、こんぐらいの人が結ぶのがいいなと思う。わかる、子犬の尻尾みたい。子犬の尻尾かわいくない？それが可愛いなってめっちゃ思う。髪の毛少ない人がそれ可愛い。あー、ちょっとみたいな、うん、でもそれやってきたらやっと今日行った、嬉しい。みんな串カツ行ってた、前が串カツ行ってて食べたー、楽しかった。よし、でも真夏の時のこの髪型は汗が滴るので髪伸びましたね。でもね、もう襟足が邪魔になってきて、可愛い、エビ無料2本分、襟足が邪魔になってきて、ちょっと切れたかったんですけど、やっぱ最後はちょっと結ぶか迷ってるんで、明日はちょっといろいろしたいと思います。オフなのでミックスジュース、知り合いの遠方の七宝さんが卒業って愛の光すごいなと思って、すごい。ミルさんの卒業以来、七宝ちゃん欲しいなってよかったって毎日思ってる、ありがとうございます。なんかお話し会とかもね、本当はすごいしたかったんですけどできなかったんで、また出してください、出てください、お願いします、出てください、ありがとうございました。皆さん本当によし、みんな動きシンクロせんといて、キモい動き。なんかつけたっけ、なんかさ、あ、何もつけたの。よし、では出口ランキングを、私もそろそろ終わると思います。え、嘘、嘘、どうしよう、飲んだ。のちゃんが言う、13位ひまりちゃん、ありがとうございます。12位まどかちゃん、あ、そっちだ、出てきた。13位まどかちゃん、ありがとうございます。12位が松尾さん、ありがとうございます。11位が野原しんのすけ、のすけさん、ありがとうございます。10位がケンさん、ありがとうございます。9位がほのかちゃん、ありがとうございます。8位がマッチーさん、ありがとうございます。7位がひまりちゃん、ありがとうございます。6位がオレンジペコーさん、ありがとうございます。5位がいなちゃん、ありがとうございます。4位があすみちゃん、ありがとうございます。3位が通りすがりの KYDD さん、ありがとうございます。2位がしほちゃん、ありがとうございます。1位がかんつきさん、ありがとうございます。かわいい、あの3位がだいちゃん、ありがとう。そして2位がしょくん、お、公演ありがとうございました。ありがとうございます。次は公演後、卒業公演の公演後と、公演前もできたらするけど、どうやろうな、わかんないです。またでもブログも書くのでまた見てください。ありがとうございました。また次回もします。ありがとうございました。バイバイ。